ウィーン第1回国際サムライマネージメントコンベンション。それはオーストリア学術アカデミーの敷地内で開催されました。ラインハルト・リントナー氏はこのシンポジウムの開催者でありマネージメントトレーナーです。マネージメントの価値、持続可能な成功に必要なのは希望的観測か必要不可欠な基盤化という命題を提示しました。ヨーロッパや日本からの高名な講演者が自国のマネージメントメソッドを披露し、異文化間交流においてどのように学び役立てることができるかについて解説しました。開会にあたり応日協会会長のディートハルト・レオポルト氏が挨拶をしました。ヨーロッパのハートマン研究所所長のウルリヒ・フォーゲル氏はヒューマンポテンシャルを決める基礎となる価値判断について講演しました。次に空手七段で現在世界的に最も活躍している武道トレーナーヴォジミエシュ・クイチンスキー氏がリーダー育成の可能性を探るために侍の価値観をどのように活用するかについて話しました。武道の要素を考慮した上での西洋と東洋のマネージメント戦略の違いについて柔道六段で全国太陽光発電協議会国際担当理事のスティーブ・中田氏が講演をしました。最後にマネージメントトレーナーでありサムライマネージメントプログラムの開発者ラインハルト・リントナー氏が現代のマネージメントにおいて直感というものがサムライの出せる最高の技であり重要な能力であると結びました。企業がサムライマネージャープログラムを選ぶ理由は何か。医学的に見て心身一体とは何を意味するのか。将来のリーダーを育てるために日本の価値観と知恵がどのような役割を果たすか。以上のテーマが高名なパネラーにより討議され締めくくりとなりました。サムライマネージャーはトレーニングで直感を豊かにし正しい決定が行えます。男性でも女性でもマネージメントで真に成功したいと思うならそれはサムライマネージャーの証です。規律、優秀さ、直感、それがあらゆる文化においての成功の秘訣といえます。